オルレのイベントに参加したので、オルレのことを知ろうクイズ。イエス。オルレとはトレッキングコースに名付けられたフランス語由来の名前である。はい、何語ですか？韓国語です。はい、正解です。オルレとは韓国語、チェジュ島発祥のもので、通りから家に通じる狭い路地という意味です。オルレには守らないといけない13のルールがある。なんかイエスっぽい。13でいいですか？ルールがあると思いますか？あるでしょう。イエス。正解はイエス。はい、民家の家に入らない、農作物を勝手に取らないなど、当然のマナーもありつつ、風景を楽しみながらゆっくり歩くなども、オルレをより楽しめるマナーも認定されています。いい。オルレには馬のオブジェがあります。馬のオブジェの意味は一旦休めの意味である。丸か×か。丸か×かじゃない、イエスかノーか。イエス。